皆さんこんにちは、週刊少年マガジン編集部の藤川です。今日もですね、私週刊少年マガジン藤川が本日発売の週刊少年マガジン21-22合併号の見どころを紹介していきたいと思います。今日ですね、やや鼻声ということなんですけど、なんで僕がですねこれ鼻声になったか、まあつまりなぜ風邪をひいたかってことなんですけど、先週ですね、週刊少年マガジン編集部動画班がですねチャンネル登録者数1万人突破ということでですね、キャンプを行ったんですね。合宿を泊まったんですけど、そのロッジがですね、とにかく暖房器具いくらつけてもですね、とにかく寒い激寒ロッジで僕は風邪をひいたっていうことなんですけれども、とにかくですね、その春合宿の様子もですね別動画でですねまとめて今後アップしていきますので、そちらもご期待いただければと思います。そしてですね、週刊少年マガジン21-22合併号、今回もですねとにかくまあ持っていただければまずわかる、もう今回明確に分厚い、もうボリュームたっぷりの号になっています。表紙はですね、乃木坂46の与田祐希さん、初めての関東グラビアということなんですけれども、可愛いなというところで始まっておいてですね、そして今回ですね大ボリュームの新連載が始まっております。それがこちら、ディスマン。このですねディスマンというのはですね、皆さんも例えばアンビリーハハとかいろんなですねテレビ番組なんかで見たことがあるという方もいるんじゃないかと思われます。都市伝説になっているですね、夢に現れる男、人種とか国とか全く関係なく、ありとあらゆる人の夢の中に現れるですね、このディスマンというですね都市伝説のような存在の方がいるんですけれども、その都市伝説に迫るというかですね、その都市伝説襲ってくるというか、とにかくですね新感覚のサスペンス、ホラーになっていますし、主人公がですね本物の捜査官で、しかもその捜査官似顔絵捜査官なんだというところもですね、かなりこれは漫画としては新しい読み味のかなり恐ろしい漫画が始まったということでですね、それ以外にもですねデイズ、ドメスティックな彼女、さらに彼女をお借りしますなど、増ページやセンターから盛りだくさん、さらにですね連載50周年を迎えました名作中の名作、明日のジョーのですね連載50周年記念の対談がですね、など7ページにもわたって収録されております。インタビュアーはですね、なんと初めのプロ森川ジョージ先生ということで、そういった意味もですねこの号でしか読めない内容たっぷりになっております。ではですね、皆さんこの漫画を読んでですね、この週刊少年マガジン編集部、週刊少年マガジン合併号を読んで、皆さんもですね、ディスマンめっちゃ怖いとか、うわディスマン知ってたからこの漫画すげえ面白いとか、そういうふうな感想をですね抱いた方もいるかもしれない、いると思うんですね。そういう方々に朗報というか、あるいは秘宝というか、実はですねディスマンが週刊少年マガジン編集部で見つかったという情報があるんですね。週刊少年マガジンでディスマンが見つかったという情報があるんですね。それでは最後にですね、恒例の映画モノマネコーナー。最近ですね、春映画非常に大作揃いでですね、ジマンジ、ウェルカムトゥジャングル、パシフィックリム、アップライジング等ですね、様々な、名作、大作映画がですね、まあ、続々と、公開されているわけなんですけど、ここはあえてですね、日本、怪獣映画史上を、屈指の名シーン、ゴジラ VS スペースゴジラ、破損するモゲラ、に対して、それに反応するメインパイロットの、歴史的な名台詞、やりたいと思います。レフトアーム破損カバワン以上です。それでは皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。このですねディスマン簡単ナレルゾセットはですね、アマゾンでですね1500円で買えますので、付けひげですね、皆さんも気軽に買って、ディスマンになってみてください。